吉谷さん、どんな時でもアクセスを稼ぐ。まあそれはね、この市場に落ちている1円10円を取りに行くようなもんなんですよね。まあこのやり取りもそうですけども、仮想通貨が上がろうが下がろうがね、私のやることってのはそれをネタに1アクセスでも自分の人生に呼び込んでるかどうかなんですよ。確かにね、仮想通貨一時期みたいな賑わいはないし、多分人も離れていったんでしょうね。でもそういう時にやっぱアクションを起こしていかなければ、いつやるんですかと。みんなが盛り上がったから盛り上がって、みんなが盛り上がってないから盛り上がってない、そうじゃないんだよね。自分がいかにことを起こせるかっていうのがいつも問われてるんじゃないかなと思う中で、まあ仮想通貨のねネタなんてのはいくらでも作れるわけですから、今感じたこととか特にねまとめるものがなくても、ただ動画撮ってみました、ぼやいてみましたでも全然構わないんでね。それをすることが結局は金につながってるということじゃないかなと思うんですよ。それをせずにね、一体その他どんな大事なことをやるんでしょうね。私は10年間こうやって情報を扱う、そういったね仕事をしてきて思うのは、まさに情報を扱ってますかってことなんですよ。常に誰かから見ていただけるような発信をしていってるかどうかってことですよね。やったりやらなかったりじゃなくて常にやると。まあそうすることによって、少なくとも市場とは関係なく自分のアクセスってのはプラスアルファになるわけですから、それ以外に正解はないと思いますけどね。ということで、仮想通貨の価ということでございました。まあ通貨は仮想でもね、自分のやったことは現実として一歩一歩残りますんで、どちらが自分に益をもたらすのか、まあそれだけじゃないですかね。いらっしゃい。